皆さん、私ハテナ、皆様に謝罪をしなくてはいけません。事の経緯をご説明いたしますと、私が以前1ヶ月前に立ち上げた水槽での私の発言、この水槽は私のアクアリウム部屋の最後の水槽となります。あれから1ヶ月買っちゃいました、水槽。しかもこんなに。皆様に嘘をついていたことを謝罪させていただきます。大変申し訳ございませんでした。皆さんどうもこんにちは、文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回私、はい、冒頭でまあふざけてしまいましたが、まあ、たまにこういうのをやりたくなる周期っていうのが来るんですよね。はい、ということで、まあ、ただですね、本当に私、まあ、嘘はついておりましたので、いや本当にこれに関しては謝罪申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。はい、で、まあ、今回のお話なんですが、こちら私ね、水槽をまあ買ったということで、まあ、ただ紹介するのもね面白くないということで、まあ、冒頭お見せいたしました。はい、では早速なんですが、今回私が買った水槽、まず一つ目がこちら、アクロスーパークリアオールガラス水槽です。はい、こちら私ね、もう本当にずっと前から欲しかった水槽で、まあ、このガラスの透明度もまあ非常に綺麗な水槽なんですよね。で、まあ、今回のこの水槽はですね、この高さが低い水槽、まあ、高さ自体がこの10センチしかないんですが、幅が45センチ、奥行き30センチ、高さが10センチのオールガラス水槽となります。まあ、高さが10センチしかない分、まあ、水量もかなり少なくなりますし、その分レイアウトも結構難しくなります。まあ、ただですね、今回このようにデスクの上に置く水槽ということで、こちらを採用しました。で、これだけじゃなくて、さらに私買いました。さらにこんなに小さい水槽を5つ買いました。はい、こちらなんですが、こちらジェックスのグラステリアフィットという水槽でして、いやもうこのね、めちゃくちゃ小さい水槽、まあ、これもねかなり欲しかったんです。ただ今まで買ってなかったのは置き場所がなかったんですよね。ただ今回、はい、こちら、まあ、このようにですね、私のデスクの上に棚を作りました。まあ、これ以前私ご紹介したことあるんですが、棚柱あるいはガチャ柱を使った棚で、で、この板が通称カフェ板と呼ばれる杉の、まあ、無垢材の板になります。で、軽くて質感もあるこの板、非常におすすめです。で、こちらに先ほどのグラステリアフィットが完全にフィットすると、はい、いうことになります。で、ちなみにサイズは一番左がこれが200で、その隣が100が2つで、200ローと100キューブ合計5つがこんな感じでぴったりとはまっております。はい、まあ正直発売からかなり時間が経っておりますが、まあ、せっかくなのでレビューをしておきたいと思います。はい、こちらがですね、10センチキューブ、10センチ10センチ10センチの、まあ、かなり小型の水槽になります。まあ、パッケージに書かれている絵を見ますと、まあ、こんな風に浮き草を入れたりとか、まあ、本当にね、ちょっとした、まあ、水槽というか、まあ、植栽をするような形、まあ、それぐらいしか使い道はないのかなっていうふうには思いますが、非常に小型でコンパクトで可愛らしいですよね。はい、で、毎度おなじみの開封映像が、はい、流れてるかと思いますが、もうね、皆さんももうかなり飽きたんじゃないでしょうかね、この開封映像って。ただね、私結構好きなんですよね。この製品紹介とかこの開封っていうのはもういつ見てもね、まあ、なんかこう飽きないというか、なんとなくこうぼーっと見れるっていうのが、まあ、私結構好きなんですけど、皆さんはどうでしょうか。はい、ということでこちらが水槽本体になります。まあ、ガラス自体がクリアガラスっていうわけでもありませんし、シリコンの処理もまあ綺麗とは言えません。まあ、ただですね、こちら実はこんな風に、はい、蓋がついております。このパッケージの上部にですね、この蓋が隠れておりました。これ本当皆さんね、捨てないようにお気をつけください。で、この水槽上部とこの蓋の接着面なんですが、シリコン処理がされておりまして、この蓋がずれないようになっているんですよね。まあ、このあたりは非常に考えられていていいかなっていうふうに思います。まあ、それとこちら、これね、バックスクリーンのようです。
はい、この黒いバックスクリーンが付属しておりました。はい、ということで全て開封して並べてみました。この蓋なんですが、この10センチキューブと違いまして、この20センチの方が蓋が2枚になっております。10センチのこの正方形の蓋が2枚ついていると、20センチのこのまあ灰というか20センチの水槽も同じですね。はい、こんな感じでですね、蓋がそれぞれついております。で、この一番大きい20センチの水槽だけなぜかバックスクリーンがついておりませんでした。ちょっとこの辺はね、よくわかりません。コストカットなのかもしれませんね。はい、ということでこんな風に並べると、いや非常にぴったりですよね。で、この杉板の下あたりにライトを設置しようかなというふうに思っております。まあ、どんなライトにするのか、まあ、バージョンのライトが合うのかなっていうふうには思いますが、今から悩んでおります。で、この水槽の使い道なんですが、まあ例えばですね、こうお魚さんのこうレスキュー用の水槽であったりとか、まあ、ちょっとこんな形で、はい、エアープランツを私いくつか持っておりますので、このエアープランツを入れたりとか、まあ、ストック水槽みたいな形で使っていこうかなというふうに思います。まあ、ちなみに金額なんですが、まあ、それぞれ一番大きいものがチャームで1000、そうですね、1000円後半台から、で今一番安いのでもまあ1000円ちょっと、まあ、それほど金額差っていうのはないので、まあ、大きい方がお得かなというふうには思うんですが、まあ、こんな形で組み合わせるのが結構こういい感じというか、うん、なんかこうおしゃれでいいですよね。はい、こんな風にエアープランツを飾っても結構様になりますよね。まあ、いろんな使い方ができそうだなというふうに思います。はい、であとはですね、私先日 IKEA に行って購入したもの、こちらもちょっとねご紹介しておこうかなというふうに思います。こちらの棚なんですが、このねガラス棚、まああの前面がガラスになっていまして、棚板もガラスのこちらの棚、まあ、IKEA で確か5000円弱ぐらいだったかと思います。こちらもね購入してみました。サイドがこんな形でメッシュになっていますので、通気性はかなりいいですね。まあ、逆に湿度を保たないといけないものにとっては良くないかなというふうに思います。でライトはこんな形でバーライトをですね、2箇所設置しております。はい、ということで今回は私、水槽をまあたくさん購入したということでご紹介しましたが、いや本当にね、私以前、お話しした通り、いやもう水槽もこれで最後ですということだったんですが、もう本当にね、いや申し訳ないことに、いや買っちゃいましたよね。もうね、とにかくこう場所を見つけて、まあ、買ってしまうと、もうねないスペースをなんとかこう工夫して水槽を置けないかなっていう風に考えてこう買っちゃうわけなんですよね。はい、ということでもう私一つ学びました。いやもう今後ね、私もう水槽なんて買わないなんて言わないよ絶対。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。